茶がすごくて。あ、本当。あのくしゃみしてますまだ。いや、もうくしゃみはない。はい。インターフェロンいただいて、ずっと毎日朝晩やってて、この子はもう。どうせったのか。これいつから引っ込んだの、あの左目。気がついたのは、土曜日の夜にちょっと涙が出やにが多いなと思って、はいはい、で昨日もうちょっとあるなと思って、土曜日ぐらいからね、土曜日の夜ぐらいで、今朝より今の方がすごいひどかったので、ちょっと帰ってきてすぐ連れてきたんですけど、でこんな風になっちゃってるけど、くしゃみはもうなくなってるわけ。くしゃみは全然しなくなって、私のいる限りは、はい、はい。これはさ、なんですかね、結膜炎のひどいのだね。なんですかね。わ、眼瞼結膜もさ、だ内側の瞬膜もこっちが正常じゃないですか。はいはいはい。なんか目が開きにくいみたいで、こっちもなんか目やに出してない。こっちも目やに出してない。ちょっと、ですね、ちょっと身体検査してからね。はい。とりあえず1個だけ見せてさそうか。あのワンクリーンね。あ、はい。そうです、もう一回買ってた。1週間前、うん、1650。お、本当だ、110円。1850円。150円出てますよ。まあこれ 50g 単位なんで、今の測り。はい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 。とはいえ、増えましたね。あ、大きくなりました。うん、今は何 g 食べてます、1日。67。1日67。あ、じゃあちょっと増やしてもらったんですね。はい。それで綺麗に食べます。食べます。早い、まだ食べるの。あ、なんか後期用に変えたら少し、うん、遅くなりました。遅くなりました分割する回数がちょっと増えたような気がします。前は一気にガーッと食べたんですけど、うん、多分ね、ちょっと前から入れなかったんだよね、きっと。ああ、そうか。でもまだちょっと細いね。まだ細いね。ここの骨ね。はいはいはい。あ、本当だ。これあの骨盤腸骨で動かれて、ここね、はいはいはい、触れないとダメだけど、ちょっと触れすぎたな。触れすぎ、うん、で、あとお腹は別に全然こんな若いから脂肪はついてないからさ、まだ100じゃないね、栄養状態は。100% じゃないですか。90% ぐらい、もう 10% ぐらい増えてもいい。だからまあ一応きれいに食べるんだったらね、あの 5% ね、はいはい、ずつあの 2,3 日単位に増やしてもいいですよね。はい、96です。はい。で、食べっぷりは悪くないんですね。はい、うんちも普通のしてます。はい。1日2回ぐらい出るんです。2回ぐらい出て、おしっこも3回ぐらいは。ああ、それは普通なのね。で、元気もあって。元気もあって、はい、走り回って。すごい走ります。今もボールで遊んでる時に連れてきたんで。これは外からの刺激ですよ。っていうと、なんかぶつかったんですか、ね、ぶつかったかなんか目に入ったか。ああ。で、それが気になってさ、ただ、目の表面ちょっと。なんかすごいボクボクして、なんか、ね、ふしゅってる感じです、ね。ふしゅってますよ。ですよね。ここで見える範囲のさ、角膜は大丈夫の傷がついてるとは思えないんだけど、はい、こんな風になって目がすごい気になるじゃないですか。はいはい、と自分でこうやってやったりとか、こすりつけたりとかするからさ、これって残ってますかね、ワンクリーン。この間もらってない。それじゃなくて、インターフェロンだけ。うん、じゃあね、うん、これでね、まず、じゃんじゃん入れて流してください。はいはい、両方こっちもなんかちょっとだけビアンジーだ。こっちはまあ1、2できていいですよ。はい、ね、でその後に抗生剤、抗生剤刺した方がいいと思うから、はい、オフロキサシンという抗生剤ね、はい、で一応念のためにその前に目の奥に炎症がいっちゃうとさ、どうしちゃうんですよね、ブドウ膜炎になると。それを予防するためにこっちの目だけちょっと三度瞳孔を開かせる、アトロピン、はい、あ、はい、それをちょっと打ちます。はい、そうすると瞳孔があの10分ぐらいすると開きます、こっちはね。だから瞳孔の蓋が変わりますよ、こっちには刺さないから。はい、
びっくりしたね。でその間ちょっと保湿ブラッシングといきましょうか。はい、でちょっと間を置いて、あ、もういい話を持ってきて、はい、ちょっとブラッシングして、ゴミが、まあゴミが入ったのはわからないけど、すごい勢いで走っていくから、ぶつかった、いろんなとこに走り回るから、左、うん、インターフィロン、いつからくしゃみ止まってます？くしゃみはもうすぐ止まりました、この子は。あ、本当？はい。この子はっていうと、こたつの方はもう止まってきて、この1週間で、この子は1回、こたつも1回ぐらいしかくしゃみしなくなって、インターフィロン効いたのかな。うん、くしゃみは効くんですよ。あ、でもさ、はい、ここ1週間以内に1回ずつしてるんならさ、はい、インターフェロンはまだ残ってるんですよね。2本いただいて、1本は冷凍したままにして、あ、冷凍したまましてて、はい、1つは溶かしてで、もう全部使った、はい、あ、わかりました。じゃあ冷凍しておいてください。そのままで冷凍しておいたので、冷凍しておいていいです。しばらく大丈夫です。大丈夫です。大丈夫ですか。うん、1月ぐらいは大丈夫ですから、はい、でもしくしゃみ出たらさ、1日2回やってくださいね。はい、はい、はい、はい。で一人がやってたらもう一人もなっちゃうからさ、二人とも二回やってください。はい。ただしそれ以外とは別にこの子はこれと、はい、それからこれね。でこれで目洗った後、ちょっと私今アトロクにさせたら少し時間を置いてるんだけど、はい、1分の間あげてくださいね。乳気の論系のプロキサシ、人間の目薬です。はい。で一応こっちもさしておきましょう。あ、はい。一滴ね。一滴ずつ。はい。こっちもね。一滴ね。はい。じゃあそれでまず大きい方でジャーッとやって、ジャーッと効かないの流して、それから抗生、ちょっと30秒か1分置いてから抗生剤を、はい、ひどいなこれ。どうして何かの口そうか、ちょっと待ってくださいね。どこ行ってます？ちょっと1本注射します。ちょっとこれ痛いと思うから、痛がいいと思うから、あと先考えずに走るから、うん、あの何ですか、何て言うんですかね、エネルギーの塊ですか。そうですね、本当に。2人いると余計パワーアップしますもんね。そうですよね。まあでもその2人でさ、はい、あの遊びやってくれてた方がいいですよね。そうそう、せたまるには、うん、そう、大人猫ちゃんはちょっとついていけないんで、うん、子猫一匹だけだとさ、絶対探すからさ。そうですよね。炎症を抑える、痛みを和らげる薬を1本だけちょっと強く出してください。はい、ちょっとこれ痛いと思います。それであと点眼をちょっとしっかりして、はい、すっごい腫れてるからさ、明日とかってもう一回見れませんか。顔夕方、夕方でいいですから、はい、じゃあ明日もう一回見にしてください。じゃあ今夜も明日の朝それ点眼して夕方連れてくるんですか。そうですね、はい、でもあのその途中はもうお仕事できないかも。明日の日今ぐらいまで仕事なので、朝やって4時半ぐらいまでは仕事できなくて、できない、わかりました。できれば3回やってもいいですか。できれば3回以上やってます。以上、うん、だからもう今からさ、もし私でやかってるんだったらもう2時間、寝るまでに2時間ごとに右目指す。あ、左目か、左目、ね、右は3回刺すがもう十分です。別に悪くないから、予防的に刺すやつだから。じゃあ、寝る前までに2回ぐらい、そう、2回ぐらいねやっといてください。はい、抗生剤も、うん、でもう目やにが出てなかったらもうこれ飛ばしちゃって抗生剤だけやってもいいですよ。はい、もしなんか目やにが出てるならこのワンキリンでちょっと目やにを落として拭き取ってから抗生剤だけども、う、うんうん、もう見て目、あ、もう目やに出てないわってなったらもういきなりこれをポトッと、あ、はい、抗生剤だけ落としてもらっていいですか。じゃあ1日3、4回それをやればいいですか。そう、3回以上、ね、3回以上やりました。回数やればやるほど効きます。あ、そうなんですね。はい、で右目は3回ぐらいでいいですね。そう、右目は3回やれば十分だと思います。はい。
だから右目もちょっとだけ目やにが出たからこれさせてしまったけど、右目も目やにが出なかったらもういきなりこれを2回やれば、はい、1日で3回やれればいいですからね、はい、はい、じゃあちょっと注射1本打ちました。それでちょっと痛いのも腫れも多少引いてくれるかなと思うんで、とにかくちょっと目だからさ、はい、そうなんです、明日もっかい見せてください。わかりました。はい、じゃあいいよ、行って、ありがとうございます。帰るよ。よしよし。そっか、この子ここ歯磨き舐める子でしたっけ。あ、舐めます、舐めます。舐めるだけ。おいしいのくれるって。どうぞ。どうぞ。怖い。大丈夫だよ。ダメだ。あれ？メンタルケアをやってるんですかね。この子たちはまだです。まだ。今手のやつをやってます。あ、うん、お家で手で食べれるようになったら始めてくださいね。はい、だけどこの目の治療をさ、やってくださいね。はい。なるべくお家で一個食べさせて、それから。弁願して、でご褒美あげて、2本早速はご褒美あげて、でまた目薬させて、またご褒美あげて褒めてください。はい、それもあった方が目薬させやすい。はい、じゃないと結構逃げ惑う子で目薬がなかなか大変なんでね。ということですね。はい、じゃあ目薬はワンクリーンと、お風呂くさしで、ね、1本ですね。はい、でインターフェロンに関してはじゃあ、はい、もしくしゃみが出たら1日2回、1週間以上続けてくださいね。はい、はい、じゃあ OK です。じゃあこたつの方もくしゃみが止まればインターフェロンは止めてもいいですかね。うん、はい、1週間以内にしてるんでしたっけ。先週からずっともう週火曜日の夜起きて、それから1週間に今週いっぱいやろうかなと思ったんですけど、止まっていけば大丈夫ですか。うん、1週間止まってればもうやめてもいい。1週間止まってればいい、うん、はい、お返しします。はい、だけどこう1週間以内にまだしてるんだったらもうちょっと、はい、わかりました。だから止まって1週間ぐらいは予防的にやって、止まって1週間で、はい、あれは予防にもなりますね。あ、そうか、これからの先生、はい、だからじゃあ完全に止まって1週間ぐらい、うん、やってもらって、その後は予防的に例えば週に1回点眼点眼してくれる、そういう使い方しても全然悪い。ただし冷蔵庫保存しておかないと効かなくなります。あれは1回空気切ったら1ヶ月以内に使う、はい、そうですね、2週間以内ぐらいですか。いや、1ヶ月ぐらいはいけると思います。あっちのインターベリーは1ヶ月もたない、2週間でダメになっちゃいますね。はい、じゃあインターフェロンは1ヶ月だったらもう捨てて、はい、まだ何かあったら解凍して使うってことですね。わかりました。そういう使い方の方がいいですね。わかりました。ありがとうございました。ありがとうございました。ね、はい、すごい顔になっちゃったね。そうね。じゃあまあちょっと点眼しっかりしとってくださいね。はい、ありがとうございます。